私とみんなは違う。だからこそ楽しい。みんなが大好き。でもさ、今この瞬間がすっごく楽しいって気持ち、これはみんな同じだよね。共感って気持ち、またみんなに教えてもらっちゃった。つまらない人間だった私をここまで変えてくれたのは、間違いなくここにいるみんな、色のない私に彩りを与えてくれた。ここがきっと私の原点。今ならそう思えそうな気がする。ありがとう。やっぱり皆さんが大好きです。だからこそずっとずっとこのまま演奏していたい。武士に二言はなし。これからも私たちはアスパラです。アスパラは永久不滅です。アイドルって何なのか自分にはまだわからない。どんなアイドルになれるのかも。でも皆さんがいればきっと答えが見つかる。答えのわからないものに向かって走っていく強さ、それをくれたこの場所をずっとずっと大切にしたい。バラバラでめちゃくちゃな始まりだった私たちが、同じ目標に同じ気持ちで同じ道を進んでるなんて、昔の私に話したら信じてくれるかな。ダメだ、もう泣きそう。パスパレが大好き、大切、みんなのことが大好き。この気持ちがあればきっと何度だって立ち上がれる。そうだよね、みんな。